佐々木の正と2月1日から2013年、平成25年2月15日は、日本の合気道家、新東家。山影新東上福岡西宮宮寺、合気道新明塾塾刀、合気道八段。中央大学経済学部卒、同大学院法学部専攻科修了。画号、犬居船。1929年山形県長井市成田に、生まれる。 太平洋戦争下の小学生の頃特攻隊への入隊を目指し陸軍幼年学校を受験するが失敗14歳で徴用により動員され名古屋の三菱重工で飛行機の部品製造業務につきそこで終戦を迎える戦後大工となったが19歳の時飛んできた釘が当たって左目を失明するその後は古本や黒板塗り 闇米売りなど、あらゆる仕事で食いつなぐ。1950年、警察予備隊に入隊。2年後退職し、その時の退職金で、中央大学経済学部に入学。弁護士、後には、政治家を目指し、同大学院法学部に進む。大学院終了後、防衛庁に入庁、事務官となり、1954年、防衛庁で行われた。 合気道演舞を見学した際、演舞を行った師範に指名を受け投げられたのを、きっかけに、合気会本部道場に行き、そこで、上芝森平に出会い、顔に惚れて入門。間もなく、防衛庁を退職し、日本最初のスパイ養成学校を起とし、産業防衛学院を設立するが、その時起こった、浅沼イネジ暗殺事件の影響で、マスコミに批判的に取り上げられ、 さらに CIA にも危険視されるなど、主治の圧力のため廃校に追い込まれる。学院設立時の借金もあり、山中へ逃亡、潜伏生活を送り、そのまた企業などを行ったという。この頃、中村天風に出会いを指示する。中村に勧められたことをきっかけに、合気道修行に本格的に取り組み、上芝森平の付き人として約6年使える。 神社を訪れる際には、なぜか必ず佐々木が付き添ったという。これと前後して、自民党の当時幹事長であった大平正義の依頼で、マブチモーターの労働葬儀に着物姿で単身乗り込み、ローソガーと自家判し解決したこともあった。その後は、合気道師範として活動。中華民国支援活動で、山影新党艦長、山影はじめ王と出会い講義を結び、 新党教授として、パリに数度派遣される。1983年、東京ディズニーランド開設にあたり、剣払いの神官として、終末を行う。合気道改祖上芝森平時期連の合気道師範の一人として、各地で指導にあたる。また、佐々木説法と呼ばれる、独自の日本文化論、人生論についての講演活動で全国を案略する。DVD。 佐々木市販の不法出店。期間、同154号61ページ。塾長は、息子の佐々木望を取りかおる。出店海祖の横顔9ページ出店海祖の横顔14から15ページ出店。期間、合気道探求三39号出版芸術者、2010年、ISBN48 億8293万3861、60ページ。 ありがとうございます。